じゃあいただきます。いただきます。今日は久しぶりにあのさくらちゃんの手料理を食べます。あ、久しぶりですね。え、2ヶ月ぶりぐらいじゃない？もっと経ってる、うん、結構経ってますよ。だって最後にさくらの手料理食ったのあの夜中のホットケーキ。あ、そうそう、あれ手料理ギリ手料理ギリ。え、嬉しい。さくらがなめこの味噌汁を作ってくれました。うん完璧だよ。お前生まれてきてくれてありがとうご飯作ってくれるから。あ、そうだようますぎる。マジで今日マジでさ、場面とノリで集合すよな、うん、なんかさくらがすごい鬼みたいに渡したいものがあるっていう何かと思ったらお誕生日プレゼントをくれたんですよあとちょっとあのコメント欄で私気になるのがあってあのさくらちゃんのさくらのらがうん、良い、そう、いい、うんうんうん、あのいいの文字になってる方が多いんですけど、めっちゃ多いですよ。正しくは楽しい、そう、楽しいなんですよ。楽観的の楽ですね。楽観的の楽、そうですよね。そう、そうですね、はい、楽しいので、あの私の顔見えますか？うまそうな顔がプリントされたのはどら焼きを買いました。ありがとうございます。本当だよ、初めてもらったこんなプレゼント。あの古川さんに写真もらって、うん、何がいいですかねって聞いて。ああ、私とあんたの思い出の写真あんまなかったの？あんまり撮ってなくて。写真撮ろうな、これから。撮りましょう。うん、味噌汁飲むの早バキュームじゃんバキュームすごいびっくりした今。これマジでうまそう。カツオ漬け丼で、うまっよかった。待って、うめえ。ちょっとこれもどうせレシピ教えてくれって言われるだろうから、ちょっと軽く。これ簡単です。短い尺でよろしく。短い尺で、はい。カツオを四角く切って、はい、でビニール袋に入れて、はい、生姜と、はい、塩と、はい、醤油とごま油入れて、はい、ちょっと置いといて、はい、だけです。で、刻んだ大葉と、大葉とネギ、ネギで、私はトマト入れました。なるほどね。それを上に乗せて丼ぶりにして完成です、うん、うん、美味しい。何食ったの？これうまいよな。イカ、イカ、イカ、イカオクラ、イカオクラ、すごい今、童貞だった久しぶりに童貞だった。イカ、イカ、イカ、イカオクラ、イカオクラ、はい、クメナット。やった、クメナットのちょっといいやつ、いいやつちょっと良質なやつ。これやばいな、うん、優勝。これ納豆でも合いそうですね。うわ、贅沢だなそれ。うん、これかけていいよ。いいんですか？はい。宇都宮餃子が半額になってあの130円ぐらいになってたんで、うん、売れ残っちゃった。かわいそうで買ってきました。かわいそうでね、栃木出身。餃子食いてえと思ってたんだよな。うんまっ、うん、お前完璧じゃん。これやったら、うんうんうめえ。これこれ、お前これ特技の一つに書いた方がいいぞ。もう餃子、うん、餃子の焼き方、美味しいですよね、うん、130円でこんな幸せを手にできると思わなかった。おめえの料理は冬でも梅雨でも春でもうめえ。これ何？うーん、それ豆腐の、うん、なんか出汁とかでぐつぐつ煮込んだ。料理名は何？何なんだろう。まだ何者でもない井森さんみたいな感じ何もでもない優しい梅、美味しいですか？うん、よかった。ほんとあんたってさ、生姜使うよね、いっぱい。いや、生姜とかも薬味とか好きですね。あ、うめ。でもこの豚マジうまい。カツオがいいですね。うん、カツオってでも私いつも選ばない。いつもやっぱサーモンとかさ、マグロとかハマチとかさ、あ、そっち選びがちだから。でもカツオのたたき食うとさ、うん、あ、ちょっと夏に差し掛かってきたなっていう感覚になってくるよね。カツオのたたき食いながら線香花火してるの、うわー最高、ね、ペイさんって季節好きですよね、意外と。綺麗な言葉ね、季節好き。そう今スーパー行っても、うん、夏だな。そうね、ちょこちょこ行って食品を見ながらね、うん、四季を感じてるよね。夏だな。まあ、なんか稲川淳二みたいに言わないさくらでもやっぱ
なめこ好きだな。うん、うまい。おいしい、うわ、おいしい。久米納豆のしていいやつだからやっぱ。あとこの宇都宮餃子もさ、うまいな。うん、地元栃木の人からちょっと教えてほしいんですけど、はい、宇都宮餃子の特徴って何なんですか。浜松餃子っていう静岡の餃子よりも、あれだろ、戦ってるやつだろ、はい、いつも1位2位を、はい、そうそうそう、うん、お肉がぎっしり入ってて割と重め。浜松の方は多分軽いんですよね、野菜が多いの、ね、うん、肉々しい。なるほどね。いつもそう、なんか消費量だっけ競ってるよね、うん、浜松と浜松は宇都宮ライバル。今んとこどっちが優先の？栃木。な気がします。うん。イカオクラ、納豆。うまい。美味しいです。うまい。すげえ単語でぶつけてきたな。イカオクラ、納豆。伝わるけどさ。うん、私も伝わるけどさ。ろれつがね。そう、なんかちょっと疲れてんのかなと思って、滑舌がなんか今日調子良くないからさ。びっくりしました、玄関で。お前疲れてるか。そんなさ、そんなさ、あの近所のさ、じいさんみたいな聞き方すんだって。お前疲れてねえか。ろれつが回ってないぞ。M が取りすぎなんじゃないか。よく言えたよね、こんな太ってるやつがさ、塩分取りすぎじゃねえかって。米もっと食いたいな。うん、踏み走られますね、これは、うん、おかわりする。うん、すげえ粘るじゃん、口。すごい見せつけてくるね、納豆口を。納豆口、うん、なんか私に合ってますね、納豆口っていうこと。いや、私に合ってる。そのなんか素朴さ。気持ち悪い感じ。テレビの向こう側ではさ、うん、栗原はるみがさ、いろんな料理をさ披露してさ、私の台所ではさ、井上咲楽がさ手料理を披露して、すごいマッチアップだった。栗原 VS 井上、大番組。こっちはね、うんうん、こっちはほら小規模チャンネル。いやいやいや、見てますって言われる率めっちゃ高いですもん。ありがとうございます。姉ちゃんのチャンネルから飛んできました。そんなやつなの？喋り方。めいちゃんのチャンネルを見て好きになりました。ナスボケの作り方教えてください。あ、そうね。でもなんか本当に冴えない天気の日だったね。うん、どんよりしてましたね。ね、雨の降り方もさ、陰湿だったよね、うんうん、細かいさ、霧みたいなじゃん、ミストサウナかぶってるみたいなね。一瞬降ってないんじゃないかって思うような、傘さすのも無駄みたいなさ、霧みたいな雨、うんうん、腹立つわ。でも浴びると濡れるっていうこと。そう、米チンしてきたら食べます。いいっすか、それが1個半分こにするか。1個半分こにしましょうか。 OK、 いいっすか。めちゃめちゃ結構熱いんだよ。これも山形。あ、そうです、つや姫。山形好きですね、本当に。え、好きだね。一流だからね、食に関しては。あ、山形が。桜連れて行こうかな、今度。行きたい行きたい。案内してやろうか。山形連れてってください、本当に。うまいグルメ。うん、連れてってください。いいよ。やった。いつの山形がいいかな。雪見たくない？うんうんうん、見たいです。冬の方がいい。山形行ってみたいな。逆に益子も行きてけどな、俺は。うんうん。益子来てください。うん。通るたび神さんみたいにこれ拝んじゃうみたいな。いや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 。多分あれだよ。もう熊と同じ扱いされるよ。撃たれねえか不安だわ。鈴つけてかねえと。自分で。自分で。イノシシ出るからみんな撃つんです、イノシシ。怖いなぁ。イノシシだと思われそう。カラフルイノシシ。なんか益子にこんなやついねえから七不思議とかなりそうで嫌だわ、なんか。さくらちゃんが彼氏できましたねってコメントだったりDM だったり来るんですけど、います？どういうことですか。全部ペイさんに行くんですね。そうですね、私もう保護者みたいになってるんで、うん、今井上さくらさん。いや、だって今日もなんか道で出会った人が、うん、ペイちゃんだ、いつも YouTube 見
しまうねん。パペちゃんの料理作るさくらちゃんね。そう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 。私のあの専属料理人みたいな。姉さんの料理作る人になっちゃった。そうそうそう。家政婦さんみたいな扱いで言われてたんだけどね。スーパーから出てきたから。そうそうそう。ご飯の準備ですか？そう。家政婦の井上さんみたいな。え、さくら、お前が今喜ぶこと言ってやろうか。何ですか？味噌汁持ってきてやろうか。え、いいんですか？いいよ。ペイさんが？そうだよ。珍しい。多分明日雪降る。珍しいペイさんが。そんな言うなよ。うん。特茶、ほうじ茶で食べて。もう焼きそばも食えちゃう。あんたもいける？でも私はあったらぐらい甘いの食べたいなみたいな。うわ。彼氏できるとやっぱ味覚も可愛くなる。え？チューした？チューした？チューはしますね。何ですか？チュって。え？チュって感じ？チュって感じ。チュバーって感じ。じゃなくて。やっぱり体が熱くなる、キスをすると。キスすると？うん。うん。うん。なんだ？そうですね。うん。なんかな。でも嬉しいって感じですよ。何？やれよ。怖え。嬉しいみたいな。怖えよ。嬉しい。怖えよ。これ見てんの、もしかして。その彼が。いや、もう一回見てますよ。見てんじゃねえよ。もう一回見てますよ。みんな。みんな。みんなよ。会ったことないのに。うん。会ったことないのに。そうだよ。みんなよ。感想来ますよ。ええー。ペイさんがさくらちゃんのこと本当に好きなんだなって思った。とか。勘違いで。さくらちゃんが生き生きしてるよ。そんな喋り方なの？そんな感じです。さくらちゃんが生き生きしてるよ。カールおじさん？カールおじさんなの？彼氏。